その人は、ミカトガレラと呼ぶ人はね、私自身なの。私が捨てた魂のかけら。私の戦いを司る、もう一つの心。天草の間を封じる戦いの途中、私は自分の過ちに気づいてしまったの。たとえ巫女であろうと、命を奪う権利はないって。でも、私は戦い続けなくてはいけなかった。たくさんの人をこの手で切った。だから、そんな自分が許せなくて、すべてが終わった後で、自分の心を引き裂いたのよ。まだ自分だけいい子でいるつもり？素直に言ったらどうなの？これ以上戦いたくなかった。だから戦う意志を、巫女の使命の汚い部分をもう一人の自分に押し付けたって。憎しみを生み出すだけ。お母様もそう言ってた。その通りよ。だからその憎しみごと切ってしまうしかない。それが巫女の使命なのに。私たちのお母様は間違っていた。戦いの旅に出ながら剣を使わなかった。だから死んだ、私たちを残して。私たちは大自然を守護する巫女。大自然を犯す者は切る。切って切って、そしてここに戻ってこなくてはいけない。次の間に備えて。私を受け入れなさい。そうでなければ、あなたは戦うことができない。魔を切る力を得られない。私だって、大自然やみんなを守りたい。でも戦いたくない。もう誰も傷つけたくないの。まだ言うの？絶望とともに思い知ればいいわ、自分の甘さをね。あなたの行動がどんな事態を生むか、その目で確かめなさい。戻りましょう、ミカト。
ナコルル、ナコロル助けてくれよ。イレシパクルの俺の友達がみんな変な病気にかかって死にそうなんだよ。俺たちなんか悪いことしたか？畜生。なあナコロル、巫女だろ。みんなを助けてくれよ。魔物なんか簡単に倒せる力を持ってるんだろ。なんだよ、イレシパクルのみんなが死んだっていいっていいのか。お前はいいよな、ナコルルに引き取ってもらったから。でも俺にとってはイレシパクルの奴らだけが家族なんだよ。皆さん、心配しないでください。魔は必ず封じます。魔の元凶は分かっています。だから皆さん、どうか落ち着いて。みんなを絶対に守ります。私が、巫女として。お母様のように盾になる。命に変えてでも。帝、私が戦えないこと誰にも言ってはダメよ。怖がってしまうから。戦いに行くんだね。私も行くよ。今度こそついていく。少しは姉様の力になれる。そのためにずっと修行してきたんだよ。
ってはダメ。多分もう。巫女の務めの方が大事だから。私にとっては姉様の方が大事だよ。一緒に行く。姉様が何と言おうと一緒に行くからね。リムル、ちょっと座りなさい。ここに残りなさい。巫女として、いえ、姉としての命令です。え？どうしても一人で行きたかったら、私を倒してからにして。妹としての、妹としての命令だ。何を言ってるの、リム。姉様は何にも分かってない。私たちのこと大好きで、守ろうとしてくれるのは嬉しいよ。でもね、でも、そのせいで姉様がいなくなっちゃったら、私たちちっとも幸せじゃない。前の戦いの時、私がどんな気持ちだったかなんて姉様は考えたことないでしょ。毎日姉様を心配して、でもできることは待ってるだけ。私が修行の旅に出たのはね、そんな日々に耐えられなかったからなんだよ。待ってるのはやだ、絶対にやだ。私も姉様と一緒に行きたいよ。連れてって、ねえ、お願いだから。リムルル、世界で二人っきりの血のつながった姉妹じゃないか。離れたくない、離れたくないよ。
好きよ、リムル。だからよく聞いて、今度はお留守番じゃないわ。あなたには残ってやってもらいたいことがあるの。魔の影響がカムイコタンに及んでる。それをリムルルの力で少しでも食い止めてほしいの。私が、私は魔の元凶を絶ってくる。その間リムルルはカムイコタンで魔に立ち向かって。それはあなたにしかできない役目、責任重大よ。私の帰る場所を守っていて。姉様、本当だね。絶対に帰ってきてくれるね。すぐに帰ってきてくれるんだね。すぐに終わらせて帰ってくるわ。行ってらっしゃい、姉様。カムイコタンは私に任せといて。だからすぐに帰ってきてね。それじゃあ行ってくるわね。Ha ha ha!